ゲランドは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、ロアールアトランティック圏のコミューン。ブルトン語の地名、玄卵は、白い土地を意味する。ゲランドのエンコム傷のまま残る城壁で囲まれており、4つの、城門、銃の塔がある。旧ブルターニュ公国の州ゲランデの州都であった。西は、大西洋、東は、ブリエールシッチ、北をビレーヌ川に囲まれている。 南へは、リゾートチラボールエスクブラックへ向けて、砂浜が伸びる。ゲランドには塩田があり、伝統的に、フルールドセルと呼ばれる、良質の塩ができることで有名である。ケルブールにあるメンヒルゲランドを包囲するバイキング、聖アルビヌスの生涯を描いた壁画からの一部、新石器時代から人の定住があった。メンヒルやドルメンが、周辺に多い。 四百八十六年のソアソンの戦いでは、フランク王クロービス一世と、ガロロマン系ソアソン王国の司令官シアブリウスが、戦い、結果として長く、ローマ帝国の飛び地となっていたソアソンを含む、ネウストリアが、フランク支配下に置かれることとなった。六世紀から、ブリトン人のアルモリ海中が始まる。八百十四年、カール大帝が死去すると、ブリトン人主張モルマンが、 ブルターニュを自称してフランクとの戦いを始めた。彼は818年に戦いに敗れ殺害されるが、その後幾度もブルターニュは、フランク支配に対して、反乱を起こした。ゲランドンを含むネウストリアは、フランク王国に従属する南東博そしてブルターニュ編辺迫が治めることとなった。10世紀からたびたびバイキングの襲来を受けた。 919年には聖アンジェのアルビヌスに取りなしを願ったところ、町は襲撃から守られたという孤児から、アルビヌスを守護聖人とするようになった。10世紀半ば以降より、ガロロマン系の連ヌ白化が治めるブルターニュ公国の領有となる。ブルターニュ継承戦争ではゲランドも戦火に巻き込まれ、1342年春のゲランドの虐殺では、 シャルル・ド・ブロワキカにあるスペイン・ジェノバ共和国混成軍がゲランドを包囲した。ゲランド要塞には4000人から5000人とも言われる住民が立てこもった。その後、第1次ゲランド条約、第2次ゲランド条約が締結された。最後の独立したブルターニュ・ジョコ・アンヌがフランスをシャルル8世と結婚したことから、ブルターニュはフランスへ併合された。 ブルボン朝時代には、エタド・ブルターニュという地方三部会を持っていた。1879年、近郊の保養地ラ・ボール・エスク・ブラックとの間に線路が敷かれ、ゲランドに駅ができた。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 INSEE ・ IN e、ゲランドは、4つの、門を持つしてと呼ばれ、城壁の長さは、カルカソンヌを上回る。ゲランドの塩は、 EU 内の環境自然保護ネットワークナトゥーラ2000に指定された湿地であり、1995年にラムサール条約の登録地となった。出現力2013 p 1 3 2 h t t p c a s i n i e h s s f r c a s i n i f r h t m l f i s h p h p セレクト リザルトットイコール16345ハット http コロンスラッシュスラッシュ w w w s t a t i s t i q u e s l o c a l e s i n s e f r ハット http コロンスラッシュスラッシュ w w w i n S e f r ありがとうございます。